憲法9条について、どこの政党がどんな立場で今話しているかということを考慮して、原発問題に対してどの政党はどう見ているか。水色がそちらです。水色がそちらです。やっぱり国民のために親身になってやってくださる方を選びました。まずは小選挙区制度となりますね。お名前書いていただくことに